日本商事の近藤一です。今日はね、外国人の方に日本酒を飲んでもらって、その素直な感想をね、聞いていこうっていう、そういうストーリーになってます。お楽しみに。今回お伺いしたのは、名古屋市中区屋台寿司さん。新鮮なネタを使ったお寿司をリーズナブルに楽しめる、会社帰りの一杯にぴったりのお店です。はい、では聞き酒をしていただきますが、まずこちらのテーブルから行きましょうか。今日は日本酒どれぐらい飲まれてるのかっていうところも含めてですね、どちらのいいテーブルですよ、ここは。どちらのご出身でいらっしゃるんですか？出身はスペインです。スペイン。日本酒はどのぐらい普段飲みになられるんですか？3、4回ぐらい。結構飲まれます。そうです。ディプロマの今勉強中なので。あ、そうなんですね。じゃあもうほぼセミプロ。ちなみに今回今飲まれてるミーノコトブキ、こちらはどうですか？なんか味がすごいさっぱりして飲みやすいです。じゃあちょっと違うタイプのものを飲んでいただこうかな。わかりました。じゃあちょっとずつ聞き分けしてみましょう。ワインじゃないですね。え、すごい美味しい。なんか不思議なの味がします。かなり不思議ですかね。なんか不思議。あ、クラフト日本酒。はい、なるほど。フランスで作られている、なんかワイン日本酒なんですけど、ちょっと炭酸みたいな、はい、ある感じがする。美味しいです。美味しい。美味しい。いただきました。美味しい。いただきました。こちら弊社の桜酒店のオリジナルのお酒なんですけど、フランスのお米とフランスの水で作っているフランスのビオワイン酵母を使った、そんなお酒なんですよ。なんかまあやっぱり味が全然違います。その地域の味もすごい特徴感じます。美味しいです。ありがとうございます。こちらいかがですか？私ワカゼ大好きです。ワカゼ、多分今ワカゼの違う種類、家の冷蔵庫多分8本ぐらいは入ってます。うん、ワカゼプロでした。はい。美味しい。でもちょっと先が手羽先食べた後にちょっと合わないです。あ、それはちょっと手羽先とはやっぱり合わない。そうそうそう、はい、こっちの方が合います。プレートの方が合う。フランスのお酒は、フレンチワインとフランス産の、そういうこと。そうそうそう、美味しい。チーズとかは絶対冷蔵庫で飲みます。で、脂っぽいとかのマッチングはすごく良いかなと思います。さすがセミプロです。さすがセミプロ。合格か。頑張ります。じゃあ今度はアクラクセ、じゃあ土産のお酒です。ドイツです。はい、はい。これ全然違いますね。これね、私これ一番好き。一番軽くて一番飲みやすい。そうそう、なぜかというとガビはあまり日本酒飲まないから、さっぱりした味の方が似合う。まさに1週間だいたい2升か3升はちゃんと飲んでます。1週間に2升か3升、はい、すごい。勉強です。そう、勉強のため勉強のためと筋トレのため。だから右の手と左の手全然強さ違います。いや、面白い話聞かせていただいてありがとうございます。こんにちは。今日はお酒は飲めますか？あ、飲めます。ちなみに、はい、堀さん、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？ベトナム人です。ベトナムですか？はい。普段から日本酒っていうのは飲まれてますか？前の人さんで一口飲んだことあります。あ、一口だけ。はい。ということは今回ほぼ初めて、はい、ということですね。はい。ではまず悪楽星から行ってみましょう。はい、悪楽星どうぞ。いかがですかね？なんか甘い酒、めちゃくちゃ弱い酒みたいな。甘くて弱い感じですかね。はいはいはい、いい匂いする。香りはいい匂いです。はい、匂いする。匂いが好き。じゃあ続いて、はい、行きましょうかね。ミーノコトブキ。こちらは福岡のお酒です。はい、どうぞ。日本とこちらの方がいいですか？味は違う。香りはこちらの方がいいけど、味はこっちの方がいいということですね。はい。じゃあ最後、私のオリジナルのお酒で、はい、いただきます。
か懐かしい味。懐かしい味。子供の頃、おばあちゃんがお米の酒を作るんだ。お米、酒できる前にお米を混ぜるやつ、それを食べて、全く同じの味です。おばあちゃんがお米を混ぜてる時の、はい、その味わい。これが一番好きと、はい、いうことで嬉しいですね。実はこれが一番アルコール度数が低くて、はい、一番削っていない米を使ってるんですよ。だから食べるお米に一番近いお米を使ってますので、はい、その辺があるかもしれないです。ありがとうございます。なかなかの飲みっぷりがすごくてね、アルコール自体はお強い方なのかなっていうふうに思ってました。そんな強くない。ありがとうございます。すごいね、飲みっぷりがすごい。日本酒です。飲みましょう、飲みましょう、乾杯。